こんにちは、レイセンです。今日は2月2日水曜日になります。実験生活1389日目、だいたい海苔と夏目と水で生活実験、今日2日目です。天気は晴れ、現在時刻は午前10時23分ですね。で、今日はちょっと甘栗をね、買ってきたいっていうか食べたいんで、まあそんなにすごい食べたいってわけじゃないけど、まあなんか海苔と夏目ばっかっていうのもあれなんでねまあガス抜きみたいな感じでちょっと今日は買ってこようかなと思っています。なんで、まあ甘栗と海苔と夏目とあとひまわりの種少しですね、固形物はまあその辺、ドリンクは水っていう形です。で、一杯はメープルレモン水ですね。まあそれでやっていきます。そんだけかな。で、今日はジョギングなし。昨日行ったんで今日はジョギングなしで、まあ夜にちょっとウェイトトレーニングをね、軽く10キロのダンベルでね、まあやろうかなと思ってます。それぐらいですね。あと買い出しですね。買い出しまあ甘栗買うのと、あと夏目がね、あと残り1袋なんで、まあ夏目の補充ですね、してこようと思っています。したら始めていきます。そしたら今日のドリンクのね、ドリンクっていうか水だけどさ、入れていきます。あと、まず水だな。水を水筒の中に900ですね入れて、この辺かな。で、あと水、こっち普通のメープルレモン水ですね。広島レモンを300で、カクランドのメープルを、違う、広島レモン 5g だよね。300じゃない、300も入れたら大変だっちゃう。メープルも 5g ですね、両方 5g で、で、あとは夏目、これですね、夏目、まあ、残り 100g くらいなんで、まあ、これ食べちゃって新しいやつまた出して、だけど今日はもう甘栗やるんでね、そんなには取らないかなってところです。あとひまわりの種ですね。今こんだけだよ。まあまあ減ったよね、最初ほとんどもう食べないかなと思ってたけど割と減ったんで、まあひまわりの種もね、1袋ぐらい補充しとこうかなと思ってます。まだあるけどね、まだ袋に少し残ってるけどね。そんな感じです。そしたら買い出し行ってこようかな。行ってきます。まあ帰ってきました。結局ハマグリは買わなかったですね。で、買ったもの。これ、ひまわりの種の本格中華味っていうタイプ、この間買ったやつ、この間買ったのがこれなんだよね、で、今日買ったのがこれ。これはまあ補充として買った。こっちは原材料名ひまわりの種と食塩だけなんだけど、こっちは原材料名ひまわりの種、食塩、八角、山椒、甘草、シナモンだね、桂皮、ウイキョウですね。で、添加物が甘味料、カッコスクラロース、とじ。調味料、カッコアミノ酸ですね。こんだけ。で、内容量 260g。量は一緒だね。量は一緒。で、神戸物産が輸入者。で、原産国は中国ってところです。これも、まぁ、ちょっとね、食べてみようかなと思うんで。これとこれですね。で、あと、ハスの実ってやつね。ハスの実。
はあ、これちょっと見つけてさ、ねえ、ちょっと気になったんでね。原材料名、ハスの実、砂糖。こんだけですね。こんだけ。原産国名、中国です。で、神戸物産が輸入者ってところですね。50g。これで 50g。あと、薄皮付きピーナッツってやつ。これ、原材料名、落花生だけですね。だけ。一切味付けも何も、食塩すら使ってないっていうね。あとこれ、クコの実、ゴジベリーってやつ、ね。ゴジベリー、クコの実。まあ普通にただのクコの実だと思うけどな。原材料名クコの実。こんだけですね。こんだけ。いいでしょ、これ。内容量 50g、ね。原産国は中国。で、神戸物産ですね。最近中国尽くしって感じだね。甘栗も中国産だし、ね。で、あと、ヒマラの種でしょ。で、ハスの実、クコの実ですね。あと、これも、ナツメ。これも原産国中国なんでね。これも神戸物産だね。はあ、これ5袋ですね。5袋。でね、5袋ですね。まあ、こんだけですね。今日買ったのは。なんで、ちょっとクコの実、ハスの実、あと、薄皮付きピーナッツと、あと、このひまわりの種ですね。この辺ちょっと味見たいんで。で、まあ、この辺の、ちょっとこれ、開けちゃって。で、一つにまとめようかな、これ。一つにまとめて、で、一つ、きれいに洗ってね。洗って、こっちをちょっと入れようかなと思うんで。まあ、パン作らないからさ。もうずいぶん作ってないよね、パン。パン作るんだったらね、これがいるんだけど、麹エキスが発酵するためにね、発酵させるために、膨らませるためにね。パン作ってないんでね、まあ、久しぶりにちょっと作ってみたい気もするけどな。小麦粉が残ってんだよ。前買ったやつが。残ってるんでね。どうしようかなって感じ。まあ、薄皮ピーナッツはいらないね。別に味の確認しなくていいと思う。ハスの実、まあ、クコの実も別にいらないか。知ってるもんな、クコの実。まあ、普通だしな。その味、うわ。なんか、すごい濡れてるんだけど。ちょっと予想外だ。濡れてる、こんなに水分あると思わなかった。これ、ハスの実だね。こうなのね。なんだろうこれ。なんか、知ってる味だけど、栗ともちょっとち、栗っぽいんだけど栗じゃない。あー、ピーナッツか？茹でたピーナッツか？ちょっと甘くなってるね。まあ、砂糖入ってるからだと思うけど。ちょっと甘い味の、なんか茹でたピーナッツっぽい感じっていうのかな。でもピーナッツほど硬くないっていうのかな。もっと柔らかいみたいな。いや、こんなもんか。こんなもんだな。なんか上品な甘さの茹でたピーナッツの味って感じですね。食感はもうピーナッツって感じ。こういう、硬い状態じゃなくって、茹でたやつね。茹でたてっていうのかな。まあ、圧力鍋とかで茹でて、すごく柔らかくなったピーナッツっていうのかな。食感はそんな感じ。味付けが、砂糖使ってるだけあってね、甘いんだよ。ちょっと甘い。ほんのりフレーバーな感じっていうのかな。なんか、鼻のエキスが少し入ってるような感じっていうのかな。なんかいい感じだね、これ。美味しいわ。これ、また買ってこよう。ハスの実。売ってたらね。売ってたらまた買ってこようかな。
ちょっとまとめ買いしたいぐらいですね。めっちゃうまいよ、これ。うん。あと、好み。まあ、好みは別に。まあ、普通のクコの実。うん。匂いが夏目と似てんだよな、これ。うん、夏目の種みたいな感じの大きさだけど。うん。美味しい。甘くて。これもいいな。うん。これもまた買ってこようかな。しまった。もうちょっとまとめて買えばよかったかな。あとこれ。でもそんなに匂いとかしないな。なんかちょっとあるけど。うん。なんか微妙になんか、うん。味ついとるな。うん。これでも殻は外すんだよな。中に味ついてんだろうか。あ、一応ついてるな。なんかエスニックな感じだな。味。中華、うん、まあ中華と言えなくもないけど、なんかインドっぽい感じの味だな。あ、これはこれでいいな。美味しいな、割と。割と美味しいな。前、買うとき、アミノ酸と、グルタミン酸ナトリウムが入ってたもんで、それでやめたんだよね。うん。まあ、このぐらいだったら、支障ないかな。うん。確かにちょっと味あるね。うん。見た目そう違わんけどな。うん。うん。まあまあ、美味しい。でも今日の一番の当たりはこれですね。ハスの実。これ一番の当たりですね。そしたら取っていきます。次入れていきます。神社の井戸水を300。もう風呂入って寝るけど、うん、そしたら取ってきます。おはようございます。今午前9時ですね。そしたら計測入っていきます。ベスト測っていきます。正面、側面、背中、75ですね。血圧114-81です。今日の結果報告です。今日は天気晴れ、睡眠時間10時間半ほどとっています。午後4時半から6時までの1時間半と、午後11時から翌日午前8時までの9時間。合わせて10時間半ですね。今日めっちゃ寝ちゃった。まあ5時半に一応起きて目覚まし止めたんだけど、今日はね、ちょっと調子悪かったもんで、食べ物のせいでね。調子悪かったもんで、まあこのまま起きてもどのみちね、椅子で。一斉ゆっくりすることになるだけだし、それだったら布団でゆっくりしとった方がいいじゃんっていう話、まあそういうふうに考えてさ、
で、まあ、そのまま布団でゆっくりしてたってところで、そしたら、まあ、うとうとしちゃって、うん。一応起き上がったのが8時ぐらいですね。まあ、寝たのも午後11時に布団には入ったんだけど、実際寝たのはもうちょっと遅かったな。すぐには寝れんかったんでね。まあ、深夜0時ぐらいだったんじゃないかなと思うけどね。ってところです。ジョギングは今日はなし。ウエイトトレーニングもなしです。日中の室内温度午前10時15分頃計測で20度。湿度は 24% でした。飲んだもの、今日は水1500ミリですね。で、あと固形物が星のり10枚。夏目 200g。これ適当です。ひまわりの種。これも適当です。ハスの実 50g。クコの実 25g くらい。これ適当です。あと、ピーナッツ 160g ってところです。ひまわりの種はね、グラム数もちょっとよくわかんないんでね。なんとも言えないね。あの瓶で、まあ、深さ2センチぐらい、2.5 センチぐらいかな。そのぐらい取ってるかなってところですけどね。グラムわかんないんで、適当って感じで。で、クコの実は、まあ、あの袋の半分ぐらいかなと思うんで、これで25にしたってところです。で、あと、水に入れたものとして、メープルシロップを 5g とレモン果汁 5g です。まあ、いつも通りですね。尿回数5回出てます。濃さ薄め、平均的な濃さ、量は平均的な量でした。大便が今日1回出てます。午後6時10分頃、色ヘドロ色。まあ、ペースト状お椀1杯半くらいですね。なんかね、便がね、普通のバナナ状では出てこない。バナナ状っていうかね、なんかドローっとした、トローっとした感じですね。トローっとした感じで出てくるんだよ。でね、大きさが一定じゃなくて、なんか細く出たと思ったらちょっと太くなって、また細くなるみたいな。その感じ。なんかトローっとした感じだったんだよ。なんでね、なんか、太バナナ状ではなかったんで、で、あと、まあ、最後見た時にね、なんかもうペーストっていう感じ、ドローっとしてね、ドローっとしてペーストって感じだったんで。なんで今日はま、ペースト状ですね。で、まあ、底を見た時にね、便器の底を見た時に、まあ、お椀一杯半くらいかなって感じだったんで、まあ、そんな感じ。硬さはドロドロで匂いは少しありってところです。で、おならは時々ありで匂いは結構臭いってところです。日中はね、おならなかったんだよ。日中なかったんだけどね、夜だね。夜結構臭いおならが出た。あと夜ちょこ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 出てたんで、まあ時々あり。最初たまにありぐらいかなと思ったけど、割と夜出てきたね。なのでまあ今日食べたものですね。ピーナッツとか、ハスの実とかね、午後1時頃に食べてんだけど、それがまあ消化されて、腸の中で、まあガスをね、作ったんじゃないかなと思ってるところです。今日の計測時刻は午前9時頃です。昨日と同じ時間に測っています。体重 65.75kg。昨日に比べて 0.75kg の減少ですね。まあ今日翌朝ね、翌朝星のりとかはね、夏目とか全然取ってないし、あと水も飲んでないもんで。だから今完全にもう空腹の状態なんだよね。空の状態っていうか。多分で、昨日まではね、昨日までは朝にね、取ってたんだよ。海苔とかね。海苔とか水とかね。今日は一切取ってないもんで、まあ、こうするとこのぐらい減るってことですね。ただ、まあ、今日は他にもね、ハスの実、クコの実、ピーナッツ取ってるんで。で、海苔も枚数少ないもんで、今日は。まあ、ちょっと、なんとも言えないですね。比較にならないっていうか。BMI 20.8 でマイナス 0.2、 体脂肪率は 17.6% で 0.2% の増加です。なんで体重は減ってるんだけど体脂肪率はちょっと上がってる。まあ体重が減ったことによる全体のね、総量値っていうのかな、相対がまあ減るもんで、そうするとまあ体脂肪率のパーセンテージも必然とね、変動するっていう、まあその辺が関係してるかもしれないですね。血圧114-81、最高血圧マイナス8、最低血圧マイナス2なんで、血圧は下がってますね、明らかにこれ。脈拍70でプラス2、ウエスト75センチで 1.5 センチの減少です。朝食べないと 1.5 センチぐらいウエストもね、細くなるっていうね。
で、今日の気づき。まず今日はね、まあ買ってきたやつだね。ハスノミクコノミピーナッツ。まあ買ってきて食べたんだけど、ハスノミはね、割と美味しかったよ。うん。なんか茹でたピーナッツ、ちょっと柔らかく茹でたピーナッツのような、まあ食感って感じでしたね。ただなんかほんのりなんかね、花のような香りっていうか、花のような味わいっていうのかな。が、なんかほんのりあって、なんか意図的に添加してるのが、そもそもハスの実だから、なんかハスのエキスが入っててなのか、ちょっとあれだけど。で、まあ、少しね、少しだけ甘いって感じでした。まあ、砂糖入ってるんでね、砂糖添加してるんで、その、砂糖の甘さじゃないかなと思うんだけど。味は美味しかったですね。量的にはまあ100円でこれならまあまあいいかなってところです。で、あとクコの実だね。クコの実がね、ちょっとあれ品質が悪くってね、相当ちょっと劣悪な環境っていうか劣悪な場所で作ってる感じっていうのかな。衛生面とかいろいろちょっとやばそうな感じっていうのかな。なんか、変なね、緑っぽいものがべちょっとくっついとって、カビなのかな、これ。カビというより、なんかね、なんかペンキの一部みたいなさ、そんな感じのべちょっとしたものがついてたりとか、あとなんか砂っぽいものがね、いっぱいついてたりとか、変な黒いポツポツがついてたりとかね。なんかね、衛生的にちょっとやばい感じっていうか、品質管理が、かなりひどいっていうのかな。ちょっとこれはまずいんじゃないのみたいなレベルだったね。まあ撮影しようかどうしようかちょっと迷ったけどね。まあそこまでちょっとやめとくかみたいな感じだって。まあ別に買わなきゃいいだけだしなって。で、特にその実験に必要なものでもないんで、クコの実は。まあちょっと気になったもんで買ってみたぐらいのもんなんで、まあそこまではいっかとか。まあ気になる人は実際にね、業務スーパーで買ってみたらいいと思う。まあ当たり外れあると思うけどな。ただ私が今回買ったやつに関しては、まあかなりあれ、まあ天日干しとかしてると思うんだけどさ、その天日干ししてる場所の環境がかなり悪いんじゃないかなっていうところですね。まあ中国も広いからさ、まあ劣悪な環境っていうのかな、はあるよね。中国だからさ、よくニュースとか見る限りね、まあひどいところは相当ひどい感じだし、まあ、そういうところでまあ作られて、てるのかなっていうぐらいなんか品質が悪かったっていうのかな、見た目がひどく悪かったっていうか、もうちょっと綺麗に作らにあかんよねこれみたいな。パッケージする前にさ、なんかそういう検査をさ、物の検査をさ、検査とか洗浄とかさ、なんか本来しなきゃいけないことを一切すっ飛ばして袋に入れちゃってるみたいな感じですね。な、普通の食品のなんか検査基準を一切やってないみたいな、そんな感じだった。ただ、パッケージ自体はね、デザインいいしさ、なんか見た目良さそうなんだけど、中身がひどかったって感じですね。まあ、あれはおすすめしないかな。買わない方がいいですね。クコの実買うんだったら、もう別のね、別の会社のやつを買った方がいいってとこですね。あの神戸のやつはちょっとおすすめしないですねってところで。でピーナッツはね、まあ、美味しかったんだけどね、 160g って意外に多くってさ、まあ 120g くらい、あとちょっと割と残ってた状態でもうお腹いっぱいだったんだけど、まあこれでもなんか中途半端に残すの嫌だったもんで、まあ食べちゃったんだけどさ。でね、そのピーナッツ食べてからだよね、食べてからね、眠たくなって、で寝たら偏頭痛出てきたんだよ。偏頭痛がなんか調子悪かったね。偏頭痛となんか気持ち悪さがあって、でね、原因がよくわかんないんだよね。ただ偏頭痛って今まであの砂糖だね、砂糖の入ったお菓子とか食べると偏頭痛が出てきてたんだよ。それで行くとハスの実だね。ハスの実には砂糖入ってるもんで、
まあ、ハスの実が一番怪しいかなと思うんだけど、ピーナッツも取ってから。で、ピーナッツが割と眠気を誘ったもんで、体には負担になってると思うから、あのピーナッツの品質が悪いっていう可能性もあるんだよね。うん、ピーナッツ作るときにさ、土壌汚染とかあるとね、そういう汚染物質がピーナッツの中に入り込むみたいな可能性もあるけど、ただ味は変な味しなかったんで、なんかその可能性は低いんじゃないかなと思ってます。まあ、一応ね、まあ、気づかないだけっていう可能性もあるんだけど、ただまあピーナッツも油脂結構含むし、前にナッツでやった時に調子悪くなったのとまあ似てるかなと思うんで、ナッツ全般やっぱり良くないんじゃないかなってとこですね。だからナッツでも、あの木の実だね、木の実、木の実の中でもその油脂の少ない木の実っていうのかな、ナツメみたいな、ナツメが油脂どのぐらい入ってるか分かんないけど、ピーナッツとかアーモンドとかって油脂類多いよね、かなり油分多いよね。ああいうものはあんま良くなくって、で、ああいうナツメだね。ナツメのような生薬になるようなね。そういうものだったらいいっていうね。だから油脂の多い、まあ、ナッツ類は避けた方がいいかなと思ったところです。ちょっと今日原因わかんないんだけど、まあでもね、可能性高いのはハスの実とピーナッツですね。クコの実はね、まあ少量食べただけだったんで、まあそこまで影響ないんじゃないかなと思う。ただなんかカビのようなものが付着してるとかあったし、ちょっと衛生面がひどく悪かった感じがあるんで、まあその辺ゼロじゃないんだけど、クコの実もね。ただ、まあその砂糖使ってるっていうのでハスの実。あとまあピーナッツは、まあ十中八九影響してるだろうと思うんで。ハスの実とピーナッツ両方もしくはまあ片方かなと思うけど、偏頭痛の原因はまあハスの実じゃないかなってとこですね。あとピーナ気持ち悪さはピーナッツじゃないかなってとこですね。なので今日は 3つね、3種類、ハスの実とクコの実とピーナッツ、まあ新しくねちょっと買って食べたんだけど、でも海苔とナツメと水以外のものとしてね買ってきたやつがまあ軒並みダメだったっていうね。あと新しいあのひまわりの種のあの中華味の方ですね。中華味の赤いやつだね。あれももしかしたら悪かったかもしれないってとこですね。まあいろいろ入ってるけど、甘味料はあれです。これね。甘味料スクラロース入れてるんで、まあこの辺が影響した可能性もあるんだけど、あとアミノ酸入ってるんでね。これもまあ関係ある可能性もあるってとこですね。あと食塩はおそらく、まあ、生鮮、おそらくっていうかまあ 100% 生鮮だと思うしってところです。まあちょっと様子見ですね。明日からはピーナッツも食べないし、ハスの実も食べないもんで、でクコの実がまだ残ってるんで、明日はちょっとクコの実食べます。あとひまわりの種も食べる、この中華味の方ですね。これね、味はね悪くないんだよ。味は悪くない。まあ匂いはね、あのたこ焼きのタレみたいな、たこ焼きのタレみたいな匂いがちょっとして、で味もあのたこ焼きのタレとかお好み焼きのタレみたいな、あっち系の味が少しあるんだけど、そんなにねなんか強い味じゃなくって、ほんのりついてるみたいな感じですね。なんだけど、まあ味がないやつに比べたら全然いいわな。ひまわりの種自体味ほとんどないんでね味気ないって感じだったんでね。まあ中華味でもついてるとだいぶ違うかなと思った。あとあの緑色の方だね、あっちは食塩で味付けしてあるんだけど、食塩の感じはほとんどなくって、まあちょっとなんていうのか、香ばしい感じっていうのかな、香ばしさはあるけど味はあんまりついてないんだよね。こっちは一応味はあるってところです。食べるんならまあこれが一番ね、この赤いやつが一番食べやすいかなと思うんだけど、そのスクラロースとアミノ酸、つまりグルタミン酸ナトリウムですね、この辺の添加物が悪さしてる可能性もある。ただまあ今後取っていく過程でね、まあその辺明らかになるかなって思ってます。その気持ち悪さとかね、偏頭痛の原因ですね。
明日ハスのミートピーナッツはもう食べないもんだ、明日からはね。でクコの実とまあひまわりの種を取るんで、それでも出るようだったらまあね、怪しいのはこの2つってことになるし、おそらく出ないと思うんで、うん、じゃあピーナッツとハスの実が原因だったで間違いないと思う。ハスの実そんなに砂糖使ってるような感じはしなかったんだけどね、甘さもほんのり甘いぐらいだったんで。だけど使ってる砂糖の質が悪い可能性もあるんだよね、質が悪いっていうね。なのでまあそこ次第かなってところです。結構ね、砂糖使ってるお菓子でもね、偏頭痛の出るお菓子と出ないお菓子とかあったりするんでね、使ってる砂糖の質がいい悪いで、それ偏頭痛出る出ないにまあ関わってきてるっていう見方ができるっていうか、まあ、その可能性が高いって思っています、うん、なのでハスの実に使ってる砂糖の質が悪いっていうね、まあ、そこの可能性が高いかな、うん、まあ、そんな感じです、うん、でまあ調子悪かったもんで夜ね、夜ちょっとウエットトレーニングね、ベンチで、まあ、ダンベル使ってねやろうかなと思ったんだけど、まあ、結局やらなかったね、うん、ちょっと体調の状態が悪かったんで、体の調子が悪かったんでね、うん、偏頭痛が出てる状態で多分あれダンベル10キロのやつでねやると脳や圧迫ね、脳圧迫させるもんで、ウェイトトレーニングってさ、あまあまずいよなっていうね、偏頭痛出てる時にやるのはまずいよなっ て多分悪化すると思うから。まあでもそこまでひどくなかったけどね、すっごいひどい、もうかなわんみたいな感じではなかったけどね、まあ編集作業も一応できたし、うん、そこまでひどくはならなかった。なんでまあその使ってる砂糖の量がまだ少なかったもんでマシだったのかなと思うけど、まあやっぱ砂糖、原材料名に砂糖って来てたらちょっともう買わない方がいいかなと思った。だけど個人的にちょっと興味のあるものはね、食べてみたいっていうねあるんだ。ハスの実とかさ、興味あるじゃんな、うん、どんな感じなんだろうってそんな感じで、うん、まあピーナッツはちょっとお腹がね膨れすぎたっていうね、まあ、腹9分目ぐらいまでいっちゃってたんで、なのでねやっぱね、お腹の膨れないものと膨れるものってあるんだよね。甘栗とかピーナッツとかああいうもの、あと白米とかさ、うん、あとまあ小麦粉を使ったものとかね、ああいう穀類だね、穀類とかはお腹が膨れるんだよ、まあ、8割9割いっちゃうんだよお腹が。だから海苔とかね、海苔とか夏目だと腹 5分目ぐらいだね、腹5分目ぐらいで済んじゃう、そのぐらい、あんまそれ以上はねいかないっていうか、そんなにお腹が膨れてかなわんみたいな状態にはならないもんで、うん、いやそういうのを食べた方がいいなってとこですね。あと今日夜ね、夜シャワー浴びたんだけど、その時に思った、髪の毛がねすごい柔らかかったんだよ今日、今日だけね、昨日は大丈夫だったのに今日柔らかかったんだよ。だもんでね、そう今日偏頭痛出てきて気持ち悪くなったでしょ、もうそれでまあストレスとかにもなったと思うし、体の状態も悪くなったと思うから、その影響でね、その影響で髪の毛柔らかくなったんじゃないかな、まあ、せっかくそのノリでね、ノリで髪の毛が回復してきてるのに、今日で一気にダメージ受けてさマイナスまでいってないと思うけど、うーん、だいぶちょね、せっかく良かったところがさ、うん、なんか減っちゃったっていうか、うん、3歩進んで2歩下がるみたいな感じになっちゃったなと思ったね、うん、あの黒、髪の毛の黒かったところもさ、ちょっと今日見たけど、なんか微妙に色合い薄くなったかなとか思ったね。あれってこんなに薄かったっけみたいな、うん、まあ様子見ですね。まあ少なくともやっぱり海苔と夏目と水だね。ここで大体基本やっていかないとダメだな。あんまり新しいもん下手に手出さない方がいいっていうか。うん、手出すと今日みたいにね、だって、まあ、髪の毛にも影響するし、まあ若返りにもマイナスだな。うん、になっちゃうってとこですね。取るものを選ばないと、添加物が入ってるとか砂糖が入ってるとか、そういう、あと油が入ってるとかさ、そういうの気をつけて
取るもの選ばないと結局海苔でやってても、あの、まあ、思った成果が上がらないっていうのかな。だから前に本紹介したじゃん、海苔産業のねやつ、海苔のあの本でさ、うん、あ、海苔の本っていうか海藻の本だね、海藻の本でさ、海藻利用の科学だったっけ、なんかその名前の本、うん、あの中にその海藻のエキスをね被験者に与えたら髪の毛がねだんだん黒くなってったっていうとか、ああいうのもその 100% じゃなかったわけだよ。2割ぐらいの人はなんかあんま効果が出なかったっていうのがあったんだけど、その効果が出なかった人たちのね食べてるものだよね、うん、だから効果が出た人たちはあの日本食っていうのが昔ながらの日本食を食べてた可能性があるわけだよ。食べてたから良かったみたいなね、うん、だけどその出なかった、効果が出なかった2割の人は例えばストレスだよね、うん、結構強いストレスにさらされてたとかさ、そうするとまあ海藻のね、海藻の若返りの面もまあ相殺されてマイナスに落ち込んじゃうっていうね。ストレスって結構でかいからさ、うん、1日で髪の毛真っ白になっちゃったりするぐらいだから、ストレスってさ、うん、つまりそれだけその若返りをね相殺するっていうね、相殺してさらにマイナスに落ち込ませるっていうね、そういう力があるわけだ。だもんで、まあ、海藻のねエキスを取ってて、でそのプラス面があってもストレスがあることによって相殺されちゃうっていうね、だから結局あんまり効果が見られないみたいな感じになっちゃうとかね、そういうストレス面と、あと食事だね。あの本の中読んでてもね、その錠剤だね、海藻のエキスの錠剤をまあね与えて、1日に2回計4粒与えて、で結果を見るっていうやり方だったんで、つまりその被験者の人の食生活だね、いつも何を食べてるのかっていう、そこまでは言及してなかったわけだよ。うん、なので、その、まあ、効果があった人たちは、例えば普段からね、普段から、まあ、魚とかさ、あと、まあ、海藻とか野菜類とか、まあ、普通の日本食だね、健康にいい日本食を、まあ、食べてる人たち、そういう人たちが、まあ、効果がね、高かったっていう。で、効果が出なかった人たちは、例えば砂糖だね、白砂糖がたくさん入ってる甘いものが大好きで、そういうのを食べてた人とか、油が多い人とかね、体に負担になるようなものをたくさん食べてる人たちっていうのかな、そういう人たちがまあ2割ぐらいいて、その2割の人たちは結局相殺されちゃうもんでね、だから海藻の若返りの力を相殺させちゃうもんで、白砂糖とかね、油によってね、まあ、結果ね、結果、まあ、効果が上がらないっていう。あと、まあ、ファーストフードとかさ、そういうのが好きだったっていう可能性もあるし。まあ、2000年頃、だから、今ほどファーストフードは広がってないと思うんだけど、まあ、それでもね、少しぐらいはあったと思うし、ね、その住んでる地域によってさ、ファーストフード店があって、まあ、好きだったっていうね、可能性もあるし、何らかの添加物の取りすぎっていう可能性もあるし、うん。砂糖なんかだとね、やっぱダイレクトに来るからさ、うん、なんか海藻のね、エキスのプラス面を相殺するぐらいは、まあ余裕でしょうと思うんで、なんかそういう食生活が悪かったもんで、効果があんまり出なかったっていうね、まあその辺だと思うんだわ。うん、だからもっとね、もっと徹底的にね、食生活までね、きちんとね、管理してやったら 100% ね、うん、あとストレスもね、ストレス面と食生活まで管理してやったらね、 100% まあ効果が出てたかもしれないですね、うん、まあ、そんな感じ。だここ大事なんだよね。で、うん、でまあ若返るためにはやっぱり食べ物だね、あんまり変なものは食べない、砂糖、白砂糖の入ったものは取らないとか、ああいうナッツ系のものだね、油脂の多いナッツ系のものとか取らない、油分もあんまりちょっと気をつけて、油と砂糖とか、あと精製されたものですねには気をつけて、あと量ですね、量にも気をつけて、でストレスだね、ストレスとか、あとまあ睡眠の方もね、なるべく快眠になるようにね、うん、
するっていうね、その辺まできちんとやらないと、結局海苔のね、海苔の若返りの力っていうのかな、若返りの力を相殺させちゃうからねそうするとあんま効果が出ないよっていう風になっちゃうっていうね、まあそんな感じです。ああその辺だと思うな。でもまあ私にしてみれば、まあ今後ね、今後とにかく海苔と夏目と水で、ね、やるようにするっていうね、あんまり変なものは買わないっていうか、ただねやってるとね、なんか違うものが食べたくなるんだよね、うん、で買い出しとか行くとね、どうしてもなんか買っちゃったりするんだけど、なるべくそういうのをやめる必要があるなと思ったね。じゃないと今回みたいにね、うん、結局そのね、だんだんと良くなってきてるのにね、戻っちゃうっていうか、うん、また悪くなっちゃうっていう、まあそんなところです。食べ物大事ですね。超大事ですね、食べ物は。で、明日は、今日海苔少ないんだけど、明日はまあ海苔多めでね、海苔30枚取って、まあ干し海苔ですね。干し海苔30枚と、ナツメと、あとひまわりの種と水ですね。でやっていきます。ああ、違う。あとクコの実か。クコの実もまあ使い切っちゃうんで、食べきっちゃうんで。うん、まあ最初ちょっと捨てようかなとも考えたんだけどね、ちょっとあんまりに品質悪かったんで、体に入れるのもどうかなとか思ったんだけど、うん、まあもったいないんでねもったいないんで食べることにした。うん、一応なんかカビっぽいところとかはね、そこだけ取ってね、取り除いてね、で食べてるけどね、うん、ただちょっとなんか砂っぽいものがついてるとかはそのまま食べちゃってるもうそのまま食べちゃってるね。まあそのぐらいならいいかみたいな感じで、うん、気にせずね、まあ多少のことはそこは影響ないと思うけどな、うん、まあ今後は買わないけどな、そこでは、うん、神戸物産のやつは買わないけどさ、うん、クコの実はね、うん、ただクコの実自体は割とあれ栄養になると思うし食べやすいもんで、うん、夏目だと結局種も出るしさ、うん、ね、で手もちょっとベタつくから食べてると、うん、そのまま口に入れてよしっていう感じじゃないもんで、種付きだから、うん、気楽にいつでもパッと食べれるってわけじゃないんだけど、クコの実だったらいつでも気楽に食べれるじゃんね、さっとね、さっと口に入れるだけでいいから。で味もまあクコの実と、まあ、夏目って割とちょっと似てるんだよね、味的にもね。そういう面でね、いつもちょっとポケットに入れといてさ、ちょっとなんか小腹が空いた時にね、外出してる時とかでさ、うん、外出てる時とかね、仕事の休憩中とかにさ、さっとクコの実食べるみたいなのはいいかもしれないなとか思ったけどね。まあどちらにしてもまあ実験上そう必要ってわけじゃないんで、まあ、基本やっぱりね、あの海苔とね、夏目と水ですね、ここでやっていくっていうのがいいかなと思っています。そんだけかな。あと甘栗結局買わなかったんだけど、あれね休みだったんでね甘栗の店が休みだったんで買わなかったっていうね、うん、まあ周囲に1回ぐらいは甘栗の火を作ってもいいかなと思っています。ただあれもね、お腹膨れるんでね、すごい。まあ良くないのは間違いないんだけどさ。だけどまあ添加物も入ってないし、まあそう木の実だしさ。あと油脂もそんなに多いわけじゃないから、栗に関してはね。まあいいかなと思ってるところです。で明日は海苔と夏目と水ですね。でひまわりの種をまあ少し取る。あとクコの実か。クコの実も少し取るってとこで。でちょっとジョギングは行きたいなと思ってます。一応曇りのうち晴れで晴れるみたいなんで。なんでまあジョギングどっかで行ってこようかな。で顔がね割と今日外出したから、まあ日に当たったからだと思うんだけど、ちょっとなんか粉吹いてるような感じっていうのかな。表面の肌がねちょっとめくれてるっていうのかな、細かくめくれてるみたいな、そんな感じになってますね、うん、肌の状態が気になるけどな、うん、あともうたくさん食べてるっていうのもあると思うし、まあ今日は特に体調も悪かったんでね、うん、偏頭痛となんか気持ち悪さがあったんでね、まあその辺も影響してるかもってところです。そんだけかな。
まあ、うん、髪の毛の硬さはやっぱ大事だね。柔らかくなってたら、あ、これちょっと注意した方がいいなって思った方がいいですね。ってところです。まあ、それが分かっただけでも、まあ、大きかったかなと思います。そしたら実験生活1389日目完了です。それではまた明日。